Windows の巨大さと、それに伴う、威圧、というか、その求める意向と、現状の、ストレス、というか、if、と言っていい何か、として感じたりはする。数値的には、相手は人間の大きさを超えているのだ、そういうものの、不満。が、その後に存在、それを足場に踏むと化し、人々を駆り立て騒乱に至ったりする、というのは実際は、怪獣、そういうものは実在するか否か、それは手の施しようもないまま膨らんでいく。価値、それは、人々の同意の束、だが、それがどう動くか?というのは人間には予測しにくい何かでは、ある。多数決の決定が、歪んだ方向を向く、というのはよくある。それが、それであらんとするときの圧力、次か、あるいは前か、そういう、認識、との衝突を避ける上で、不満、というのは無視してはいけないのだが、